第486号2020東京オリンピック開会式2021年7月23日1年遅れのすったもんだの末に2020東京オリンピックが7月23日午後8時に開会式を迎えます。期間は8月8日までです。多くの反対を押し切っての開会です。これで良かったのでしょうか。こんな大変な時にやる意味の説明が全く誰からも説明されずに不明瞭です。中止にできなかった日本政府と菅首相にはがっかりです。最初からこの決定は予想できました。世界的なコロナ感染、また日本では7月のゲリラ豪雨被害が出ている中で多くの反対を押し切って開催しました。日ごと東京では感染者が増加し、ワクチン接種も難航しています。すべてが後手後手の対応です。首相をはじめとしてこのオリンピックに携わった多くの人たちの真意が見えません。上に忖度するのではなく、はっきりとノーが言える人間であってほしいです。 IOC バッハ会長、菅首相、橋本組織委員会長、武藤敏郎事務総長、丸川五輪大臣、西村内閣府特命担当大臣、経済財政政策、田村厚生労働大臣と、すべてが力不足でこれではうまくいきません。食い違った発言や横の連絡の不十分と頼りない人ばかりで、記者の質問にもその場限りの発言ばかりです。菅首相は質問と回答が一致せず、何を言いたいのか、全くリーダーシップもなく、プレゼンの全くできない人です。これが日本のトップです。嘆かわしいです。日本も大統領制を取り、国民が選ぶようになる時が来てほしいです。丸川五輪賞は、IOC から完璧な安全、安心対策ができているとお褒めの言葉をいただきました、と答えていました。こんなバカな回答がありますか。絶対にやりたい IOC は当然褒めるでしょう。信じられないバカみたいな会見でした。IOC は絶対権利を行使し、何が何でも開催する。もし何か問題が発生した時には日本の責任と豪語する。IOC 問題も世界的な問題として、今後はしっかりとした議論が必要です。お金儲けのためのオリンピックになっています。この金の問題が今回の2020東京オリンピックで次から次へと顕現しました。振り返れば、決まった時2013年、豪雨土星巳年、9月8日の当時の安倍首相、本命一泊水星の運気、水運気5年目の厄年は最悪で、この時期の指導の反動が起こらないことと、着手する事柄が大きな失敗にならないように願っていましたが、気学教授通りに次から次へと悪い事柄が顕現しました。最初は2020年東京招致の問題疑惑で、日本オリンピック委員 JOC の竹田恒和会長は退任した。猪瀬東京都知事も不透明な借り入れ問題で退任。そして新国立競技場建設問題、エンブレム問題、夏の暑さ対策でマラソン、競歩を札幌で開催する。新型コロナの発生で1年間延期、安倍首相の病気による辞任、森本会長の女性蔑視問題辞任、橋本新会長誕生、丸川五輪賞誕生、そしてまたまたこの最後の時期になって、開催4日前、東京オリンピック開会式の作曲担当の小山田圭吾、いじめ問題が辞任した。また開催前日の22日には開会式でショーの演出担当を務める元お笑い芸人の小林賢太郎、コントでユダヤ問題が解任された。最後の最後まで問題のあるオリンピックです。とにかく、このブログを読んでいただいている方はわかると思いますが、最初からこのオリンピックは問題があると警鐘を鳴らしました。2013年9月21日のブログがスタートです。2013年、豪雨土星巳年、9月8日午前5時、
日本時間に2020年の夏季オリンピック・パラリンピックが東京で開催されることが決まりました。この日から何回も掲載をしています。詳しいことはブログを読み直してください。2013年9月21日号、2015年9月11日号、2019年11月1日号、2020年4月1日号、2021年3月30日号。世界にはコロナで亡くなった方が400万人超え、仕事をなくした方、今日のご飯が食べられない方、治療が受けられない方等々、たくさんの不幸な方がおられます。それでもやる意味や価値があるでしょうか。もしあの時1回目の緊急事態宣言の時に中止を決定していたら、緊急事態宣言はここまで4回も繰り返すことなく、国民もここまで大変な思いをする必要はなかったのではないでしょうか。すべてがオリンピック開催に向けた結果あり期対策でした。この政府の取った対策がすべての国民の不幸を招いたのです。菅首相は辞めることは簡単だと言います。これだけのリスクを背負ってやるのは意味がありません。勇気を持って中止と判断することの方が難しかったし、本人としては怖くて中止の決断ができなかったのです。だから無理な開催に突き進んだのです。問題はこれからさらに大きく顕現します。店の閉鎖、倒産、解雇、治安悪化、借入金の返済、いろいろと出てきます。国の判断の失敗による負債は今後国民一人一人に何十年にもわたって税金としてツケが回ってきます。コロナが収束し落ち着いた状況の中で、真の世界的なイベントであるオリンピックをやるべきではなかったでしょうか。今回は開催せず、過去に5回開催を中止している、次回の2024年のパリでも良かったのではと思います。心から喜べない、楽しめない、最低なオリンピックです。今さら遅いですが、何か大きな不幸事が起こらない限り、国も警察も人が動かない社会です。とにかく今回の2020東京オリンピックは無事に終了することだけを祈っています。